感じのやつは感じのやつは、まずはこのフィナーレの舞台に我々戦神を選んでくださり、戦神一同大変光栄に思います。本当にありがとうございます。我々は本祭としているこの恋屋祭りで大賞を取るためにこの夏日々練習に励んでまいりました。ありがたいことに今年で3年連続のフィナーレの舞台になります。しかし大賞の取れなかった一昨年、そして昨年の悔しい思いを忘れたことはありません。この夏の全てはこの3分半のため、全員の思いを全て演舞にぶつけます。ただいまより戦神2019年度演舞宝門を披露させていただきます。この演舞の舞台は大阪日本橋にあります黒門市場、テーマを一期一会としております。日本橋駅に降り立ったパワフルで慌ただしい大阪のおばちゃん、不思議な音色を奏でる陳道屋が導く先には黒門市場が。市場では男気あふれる魚屋がマグロの解体ショーを開催しており、そのマグロを求めおばちゃんたちが駆け回ります。市場でのさまざまな出会いを通じ、別れの寂しさを胸におばちゃんたちは市場を去ろうと、ふと空を見上げると、おっと、そろそろおばちゃんたちを乗せた電車が到着するみたいですよ。フィナーレの一番目のチームとして、この恋屋祭りの一番を目指し全力で演舞いたします。どうぞご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次は日本橋、日本橋、お忘れ物のないようご注意ください。Yeah!
歩む。出会いに感謝、別れないか。ふと見上げた空に輝く星が。この出会いが願いが繋げて。近畿大学選手の皆様ありがとうございました。